新しいの、新しいの。変わらない変わらない変わらない。これ何？これ何ですかね。多分あのあれじゃないですか。雷とかの時に。もうアースってやつ乗っかった、はい、あーもう回ってます、回ってます、乗っかったよ、カットでお願いします。ピーパラの編集技術キョッキン使われるよ絶対ね、カットで、ね、こうやってやると教えてくれるんだろう、あこのこれはって、多分この方が詳しいから教えてくれて、そんなことばっかりや、全然本体違そうです、あ、ほんとや全然違そう、あ、もうあれかな、一回上がってんのかな、本当前は台だけ新しくしたので、今回は機械も新しくします。ほんとや、全然違う、なんかな、本当やな、ガシッとしてるな、あー高度は一緒ですね、高度も一緒やね、形は同じっぽいです、これだけ持っていきます、うん、はい、これは何して奥でいいですか、そっか、よくわからない、ちょっと見て、この子も置かせてもらおう、うまそう、硬いですか、前のもちょっと回しにくい、そこに持っちゃって、なんて、あ、いいよ、はい、欲しい、ちょっと持っていい、これも今刺したのか、今刺したのか、刺したの、なるほど、すごいな、なんか超合金だった、うん、はい、のメタル、メタル、メタル、うん、メタルの、ピピとか言わない、言わないキログラム、あ、びっくりだね、お、いけるか、はい、おいでおいで、あ、父ちゃん乗っちゃった、映ってます、画面がちょっと動かしてもいいですか、78キロ、みんな初めての体重計、何キロかな、ちょっと伝わるかな、はい、チャーちゃんは 94.5、 94.5 です、はい、チャーちゃんもこの後やるからね、エリ君がいないな、エリ君、エリ君寝てるかな、
まあ、友達が始まりますけど、また出してくれ。皆様、この辺りで頑張っていただければ、頭から頑張ってね、今日も計ろうね。お顔の周りは尻尾を触ってしまいます。はい、顔ちゃん、やだな。多分5ちゃうかな、軽い子は。で、重たい子が20キロとか違ったんだ。最後はエリです。もらうわ。ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。